の企画は春の王子でーす。よいしょ。あーよいしょ。ちょ、待ってくれ。え、なんだこの、まるで誰か来そうな雰囲気は。黒柳徹子さんが来ます。あー、そうなんだ。俺も大きくなったね。そう。キャキャ言うてるというわけで、ゲストをお呼びしたいと思います。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。徹子です。徹子、徹子だけ、ね、ゆっこチャンネルのゆっこと申します。よろしくお願いします。うおー、テンションが爆上がりでございますよ。今までのコラボで一番大物の方かな。いやいやいや、やめてください。オーラがすごいの。オーラがね、並び順なんですよ。ゆっこさんをお呼びして今日は何をやっていくかというと、僕たちオンオフコーデよく企画でやってますけども、まず最初友達と遊ぶ用のコーデ、オフのコーデをみんなに見てもらって、まず一言感想だけそこアドレスになって、女の子とデート行く時なんかに使うオンコーデ、デート服ですね、バッチリ決めてる服装のところを大先輩のインフルエンサーのゆっこさんに。あ、そういう意味の大先輩。年齢のこと一回りぐらい違う。違う。そういうこと言うんだ君。最低だな。年上好きなんで、フォローゆっこさんにアドバイスをいただいて改善していこうという企画でございます。我々いつも3人でね、コーデ組んでると視野が狭くなりすぎだからね、女性の方から意見をいただけると。いやでもみんなひどいよ。すいません。もうちょっとさ、口出しできるような、ちょっとこれは違うじゃん的なコーデにしてきてほしかったのに、事前にどんなコーデにするか拝見させていただいてるんですけど、別にいいじゃんそれでっていうコーデ。いや、逆にハードルが上がるじゃん。女の子絶対落とせるじゃんみたいなコーデだったから。まあ落とせてねえんだよ。早速オフコーデ着替えていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。こちらでーす。5人いるといいな、なんか。こんな、分かんなくてもさ。いや、なんか。オフコーデに着替えました。じゃあまずユキから。オフとはね、もう名ばかりのすごい金額のコーデなんですけど。すごいよね。バチバチで決まってるもん。初めて見たよ、今日。店頭にて、ゲットできたダブルタップのスウェットのセットアップなんですけど。全然オフじゃない。それでスポッチャいけ。まだ。あーって。バタとボール当てて。素材感がラフということで、スウェットのセットアップにしてます。まあ、靴もね、スニーカーっすね。このスニーカーもね、ジョーンことアイバーのコラボ。それオフなの？絶対オフじゃないよね。まあでもね、カジュアルっていうのはオフで力を発揮すると思うんですよ。まあ確かにね。ネックレスとかついてさ、ポイントにもなって。そう、絶対夜なんかヒップホップのイベント行くだろうね。僕はジャージでオフ感出してます。叩かないでみんな、ニードルスのトラックパンツっていうやつなんだけど、ごめんね、これ去年の AW のやつ来たんだけど。マウントなの？あとは上はスウェットでスニーカーで、まあ、結構カジュアルなアイテム使ってるんだけど、まあ、ユッキーと違う点はシャツをインナーに入れてて、そこにクリーンさというか綺麗めさを出してる。であとはまあなけなしのメガネで、さっきからクイックやってるもんね。なけなしのメガネは言ってあのメガネも10万ぐらいするから綺麗めのオフっていう感じのコーデにしてみました。はい、じゃあ続いて僕はトラックジャケットでオフ感を出してみました。あとはシューズ、いつも僕ヒールブーツ大好きなんですけども、オフの日にヒールブーツ歩きづらいよということでオファーにしました。トラックジャケットバイトレンドということで、あともう一つトレンドを重ねました。ボアベスト上から羽織ってトレンドかけるトレンドで、オフとは言ってもね、やっぱりそういうトレンドは意識したいなと思い、こういうコーデになりました。俺らさ、絶対今日ゲストいるゆっこ姉がいるからさ、ちょっと決まったな。え、でもさ、なんか動画でいつも見てる感じとそんな大差ない感じがしますか。カジュアルなんだけど、カジュアルにしすぎてないところ、こうポイントとして入れてるところがすごい全部いいなと思います。ちょっと車の中で話したんですけど、これだけ聞きたいなと思って、うん、これが一番好きですか。あ、オフコーデ。誰と一緒にオフ過ごしたいですか。一番パッと見見た目的に好きだなと思ったのはユキ。なんだけど、オフにしてはこれに気使うんだって思ったらちょっと違うかなと思って。でもな、全員私的にはアギなんだけど、まあ見た目的に一番好きなのはユッキーかな。はい、ありがとうございます。ラーメンとか一緒に行ってもさ、紙袋くださいっつってでももしそれでオフでデートに行って汚れをいちいち気にしてそうなら、ちょっとなと思ってこんないいやつもね、雑に着てありますよ。スポッチャ行こう。オフはね、まあ、前座でみたいなもんですからね。オフでも全然多分女の子好きな人多いと思いますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは嫌だわ。なんでちょっとダサい。オンコーデ着替えていきましょうか。はい、いきます、せーの、じゃーん、こ
ちらでーす。オンコーデです。一気に雰囲気変わりましたね。気合い入れてる感じがすごいビシビシ伝わる。ユッキーの落差がすごい。僕は引き続きセットアップなんですけど今回ちゃんとジャケットを持ってドラッグスを合わせたセットアップになってます。まあ、基本俺タックインしないんですけど、タックインもしてメリハリをつけてるっていう感じです。まあでもやっぱり足元はスニーカーかな、カジュアルなんで。セットアップはセットアップでも2人はタイツの方が似合うと思うんですけど、僕は骨格がナチュラルなのでちょっとゆとりのあるものの方が似合うのでオーバーサイズのセットアップを着てます。めっちゃいいと思う。マジっすか。冒頭で言ったみたいにツッコミどころがないコーデばっかりしてくるから、本当になんかアドバイスも何もなくて困ってますね。3人の格好を見て、じゃあちょっとツッコミどころのある紹介の仕方しますね俺。じゃあ椎谷ちゃんどうぞ。なんか女好きそうなのモヘアとか、ね、女って言うだろ。カーディガンと綺麗めなスラックス革靴にして、なるべく減点がないシルエットにしつつ、まあ、ちょっと可愛げのあるカーディガンを着てっていう、というコーデにしました。綺麗めのカーディガンコーデっていう感じですね。なんかこのカーデ私もよく普段着てそう。そうなんですね、うん結構今女性の方でもメンズのアイテムを取り入れたコーデをすることも普通に多くて、まあ、こういうのとか私全然自分が欲しいなって思う感じのデザインのカーデ。あら、まあ、狙ったんですけどね嘘つけよ。場所変えてもらってもさっきから言ってるんだけどさ、ここやねんなそうだね。じゃあ続いて僕、あると言ってもねまだ寒いかもしれないんで、僕はロングコート、シャツだけじゃなくて中にカーディガンも仕込んでます。でカーディガンがカーディガンでもシアカーデって透けるようなカーディガンを着てますね。気温の変化にも対応しやすいようなコーデにしてます。レザーのパンツで、さっき言った今度の時は絶対ヒールです。で身長を盛ると。このブーツこの前動画で紹介したり、あ、しました。これこそがスクエアブーツちゃんと見てくれてあとはポイントは、今年トレンドと言われてるカラーがイエローということで、イエローの柄シャツをチラ見せしていきます。さあ、ほんまはこっからだな。野郎が勝手にこれで落とせるじゃろみたいな、うん、そういう目線でしか組んでないんで、はい、じゃあ突っ込んでいこうと思います。じゃあちょっとユキにまず最初アドバイスをいただきたいので、じゃあ開けようか。そうやな。じゃああとは若い者同士で分かってねえじゃん。どうしますはい、じゃあまずユキから。全体的に私もともとセットアップのコーデが自分でも好きなので、セットアップっていうジャケットとあとスラックスって、このコーデはもう本当に全体的にマジで突っ込みどころがなくって、ジャケットのセットアップでもタイトめな感じじゃなくって、オーバーサイズのセットアップっていうところが綺麗めになりすぎてないというか、カジュアルダウンしてる感じが好きなんですよね。こういうコーデがそれもいいし、それにあえて T シャツを合わせてるのもいいと思うし、さっきあんまりタックインしないって言ってたんですけど、した方が絶対いいと思うなんかバランスめちゃくちゃよく見えるから、それもいいなって思ったし、だから突っ込みどころがないなっていう感じが率直な感想です。ほんと二人きりになれたね。入ってコロナ対策の透明のやつも出てきたでも本当さっきも言ったみたいに、このカードは自分で着たいぐらいアイテム的にも好きだから、デートコーデとしてもいやもうマジ優秀なんかよ。シャドーボクシングしたこのシャツ綺麗めになって合わせてるので、さっきも撮影前にも言ったけど、このスラックスの形もすごくいいなって思った。ありがとうございます。ところがなさすぎる、さっきも言ったけど、だから言ったんですよ冒頭で、ひどいなって。東京ななんかコーデで着てほしかったんです。いいって言うなら全く攻めてないなって感じだった。そうっすね、万人受けするなっていうコーデだなっていうのは感じました。それがいいと思うんですけどね。どうしよう、オンコーデあー攻めれないなっていうところがあったんで。あ、でも分かる、それは女性も一緒なんだよ男の人ってこういう柄スカートとかなんか理解してくれなそう。これ私今攻めてるコーデだから、デートでは着ていかないコーデだから、この気持ちはすごい分かる。男性も一緒なんだなって分かりました。じゃあ次ケイ君。はい、これもこれで正直なところ私の個人的な好みとはちょっと違うパターンだなっていう感じは正直します。でも私年齢が年齢だから、同世代の女の子からだったらおしゃれだなって思われるコーデなんだろうなっていうのはすごく分かる。でも年上好きだから上から持ってたんですよね。じゃあビシッて言ってもじゃあダメか1個だけ思ったのが、ジャケットもオーバーで中もオーバーで太めのパンツだから、どっかなんか使命感っていうかメリハリがあるところがあってもいいのかなっていうのは思ったんですけど、アイテム一個一個って考えると全部好きなんですよ。だから私の本当に個人的な好みの問題っていうのがありました。じゃあもう年上にモテるコーデにしてくれるんですね。まあ本当に私個人的な好みになっちゃうんですけどお願いします、はい、返していきたいと思います皆さん返信をお楽しみに。じゃ
ゃーん、こちらでーす。はい、こちらゆっコーデです。ゆっコーさんのコーデを略すんじゃないもうなんか想像通りというか素敵だと思います。じゃあ一人ずつちょっとどんなところを変えてみたのかっていうのを言っていこうかな。強いて突っ込むならパターンを変えるしかないかなと思って、アイテムをちょっと変えて何回も言うけどパターンを変えてみたのかなって。じゃあまずユキから。さっき T シャツだったんですけど、本当に個人的な好みでタートルネックを男性が着てるのが好きなんですよ。なのでちょっとタートルネックで綺麗めにしてみました。これでタイトなセットアップだとフォーマル感出ちゃうかなと思ったんだけど、もともとそのセットアップがオーバーサイズなのでタートルネックにしてもこっちに寄りすぎないで決まるかなと思って、さっきスニーカーだったと思うんですけどタートルネックと一緒で綺麗めな方向に、カジュアルと綺麗めの混合を全体的に綺麗めにして、オーバーサイズのセットアップで外すっていうパターンに変えてみたっていうだけです。めっちゃ新鮮やけどな。俺もだからさっきのコーデを提出してこれとこれを持ってきてくださいって言われて、ごめんね、さっきの方が良かったんだよ。僕たちの街頭アンケートでもタートルネックが好きっていう結果出てるんですよ、女性が、うん、あ、そうなんですね、はい、まあ、だからタートルネックかやっぱりねって。靴もまあオーバーサイズのセットアップに合わせるんだったら革靴合わせた方がバランスはいいだろうなとは思いました、ね、シーンによるかなって思いました。なんか普通の街歩くみたいなデートだったら T シャツとスニーカーの方が雰囲気的には合ってたかなみたいな。このコーデはどちらかというとちょっといいお店に行く時とかそういうパターンの時にいいかなって思いました。なので結構メンクロさんの視聴者さんって同年代の方が多いかなと思うんです。だから万が一私みたいに一回り上ぐらいの女性とデートすることがあったらなんかこういうコーデしてみてもいいんじゃないかなっていうので聞いてくれればなと思います。街中でこのユキ見かけたらプロポーズしに行くそんなにちょっと切り目にすぎちゃった。本当に普段のハンバーガー屋しか行くとこねえんじゃねえのっていう声マックしか言わない、マックとおしゃれなバーガー屋であれ。もともと私が多分綺麗めが好きっていうのもあるのか、うん、っていう感じです。じゃあ続いてしんやちゃんそう、お前だけ90度こっちを言ってるさっきも言ったんですけどさっきのカーディネ好きだと思う。もしちょっとパターンを変えるならヘルシーな雰囲気にしてみてもいいのかなと思って。さっきさ白シャツだったじゃないですか。それだとカーディネに白シャツっていうのがちょっと外してほしかったなっていうのが本当に個人的な好みとしてはあったので T シャツに変えてもらいました。近くでさちょっと見せてほしいんだけどカーディネのね、私肘好き。この肘だけこういう風になってるのが普通すぎないカーディネみたいな感じでちょこっとしたこなれ感っていうかおしゃれさを感じる。そのカーディネすごくね好きです。これに究極白パンとかベージュのデニムとかトートンコーデとかにしても濃いキャラっていうか薄黒い感じを軽減できるのかなと思って。クリーンなイメージで、ね、そう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 。でも騙されちゃう人多いんじゃないかなそんなことしたら。次ケイクなんです。ケイクはガラッとね変えてみました。これも本当に個人的な好みで、そうさっきも言ったんですけどどこかちょっとこう締め感が出るポイントを作ってほしいなと思ってカーディガンに変えてもらったんですけど、さっきよりもシンプルなインナーをインしてもらってメリハリを出した感じです。大きく変えたところで言うと僕はこっちの方が好きです。俺もさっきも言ったんだけど若い子と私みたいな年齢の人って女の子でもやっぱ感覚が違うから、なんかどちらかというとここまで年齢上がってくると男性には結構基本シンプルでデートコーデ着てもらえると大体の女性が安心するっていうか、好きな人もいるんだけどさっきみたいなカレーシャツとかオーバーサイズとか、でも多分もし絶対落としたい年上の女性がいたらシンプルで行くのがいいかもしれない、はい、じゃあ今度デートこれで行くんでよかったら。ええ、やめだ、こっち見てもダメだ逃げ場がない。いやでもなんか本当全員すいません素敵でした。でも皆さんどうですか、自分の好みで組んじゃいましたけど、やっぱりこう女の子って分かってないなっていう男性の本音とか。いや僕は正直動画とか関係なく嫌だったら嫌って言おうと思ってたんですけど、タートルネックそもそも着ないんですよ。このセットアップはずっと着てるんですけど、いつも黒で合わせたんでタートルネックこれ合うなってのは知りましたね。本当さっき言った通りディナーとかに行くんだったら多分タートルネックの方がその場所にマッチするんだなって思いました、ね、あと一個いいとこ見つけた、指輪可愛い。こういうので個性出してもいいの。あ、もっとこれぐらいでいいの。これぐらいでもうさ、3本はまってるじゃん。なんかさ、いつも動画でネックレスとかつけてるじゃん。あれとかつけて華やかにしてもいいかなって思います。結構あの男の子がボンコーデ組むときにどっかであるのがどこまでシンプルにしようか、どこまで遊ぼうかみたいな、めっちゃ悩む人が多いと思うんですよ。なんで今日その塩梅がこれで知れたんじゃないかなって思いました。シンプルにシンプルにとは思いつつもどっかでね結局こだわり入っちゃうんで、ここはこんぐらいのシンプルさがいいよ、ここはここで遊んだ方がいいよっていうのをしっかり今日横姉に教えてもらったのが今度は横姉って何て言うの。1個だけ言わせてもらうと、
私の格好を見てもらっても分かると思うんですけど、シンプルしか好きじゃないっていうわけではなくて、うん、柄物も結構好きは好きなんですよ。前にケイ君が動画で着てたザガードの模様入りのカールとか、こういうのも好きだし、柄質も好きなんだけど、いただいたコーデだとこういう感じになったっていうんだけど、柄物とかは全然好きだから、それも全然 OK だと。これをジャガードの模様入りのカーディングするとか、中のタートルを柄物にしたりとかしてもいいし、まあ、見えないけど靴下カラー物にするとか、なんかそういうところで個性出すのは全然女性もありだなっていうのは伝えておきたいなと思います。さっき深夜ちゃんが言ってた、どれだけなんかシンプルにするかって考えてるとは思うんですけど、僕逆でどれだけ人の記憶に残るかで勝負してる。ああ、なるほど。そういうパターンもあるのか。そうなんですよ。初対面の人とか狙ってる女の子にもう記憶にさえ残っちゃえば、それが本当におしゃれかどうかは置いといて、まあ服に気は使ってるんだなっていうところで印象残ると思うので、そこで勝負してるんですけど、年上だとシンプルなんですね。あ、でもケイ君のインスタをちょっとちらっと見させていただいたんですけど、あの感じは全部好き。なんか今回だけ違ってなかった。なんか今回だけちょっとテイスト違ったなって思っただけで、インスタグラムになってる大体のケイ君のコーデは質問にハマるものは多かった。はい、というわけで今日は春のオフコーデでした。いかがだったでしょう。もう最初はね、もう喧嘩になるんじゃねえかと思ってたんだけど、ちゃんと動画になってよかったです。せっかく爪伸ばしてきたんだけどね。そのためにケイはシャドーボクシングまでやったんですよ。まあでもよかったです。なんか皆さんいい人で、概要欄にリンク貼ってありますので、僕たちのチャンネルだけじゃなくてゆっこさんのチャンネルの方でも僕たち登場してるので、ぜひゆっこさんのチャンネルにも遊びに行ってみてください。僕らの動画ですね、最後の締めの挨拶ケイがこう、どうたらこうじゃらガチャってやるんですよ。その後に僕がいってらっしゃい出るんで、で、コラボしてきた皆さん、みんな一緒にやっていただいてるんで、いってらっしゃいよ。いってらっしゃいよ。いいですよ。というわけで、このチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。私の SNS 概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。ゆっこさんのも貼ってあります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャいきますよ、せーの、いってらっしゃい。長いの、そんなことないです。